一郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、今日は、第248回お届けします。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日なんですが、これ撮ってるのは、少しいつものようにタイムラグがあって9月某日なんですが、先生、こちら横浜はですね、9月もう1日に入ったらスパッとめちゃめちゃ涼しくなって、まあ、今日も涼しいんですけど、小国はどうですか？もうなんか寒そうですけど、朝とか。いや、今日はなんか朝起きた時21度ぐらいでしたね。ああ、いいですね。で、まあ、今日は昨日と違って雷が鳴って、はい、雷雨だからとても涼しいですね。あ、そうなんですね。雷雨もう稲に穂がついて、はい、だいぶ頭垂れてきたっていう感じですね。まあ、ここはちょっと稲刈りが遅くて10月中あと1ヶ月ぐらいなんですけど、はい、10月中旬なんですよね。あ、じゃあなんかすいません、ふとなんかその先生が稲刈りの話すると、あれ、またそうか、今年もじゃあ先生のお米を注文させていただけるんでしょうか？そうですね。でもそんなに広い田んぼじゃないから、すぐ売り切れちゃいますよね。まあ、いや、でもいつもね、先生の買わせていただくお米めちゃくちゃ美味しいので、はい、そうですね。土地が寒いので、やっぱなんか山米で美味しいですね。びっくりするぐらい、いや本当です、ね、おかずがいらないっていうか、いや、なんかお腹空いてきましたが今日は、はい、今まさに今日のテーマにちょっと僕自体が踏みかけてしまったのかと思ったんですけど、先生常々やっぱりオーバーしないっていうことをね、ずっと本でもお話でもされてましたけど、この間やはり改めてですけど、先生が久しぶりに東京にいらっしゃった時にね、総会あって、満月の会、楽神会、満月の会か、参加させていただいた時に、オーバーした欲には必ずトラブルがついてくるっていうふうにおっしゃっていたんですね。なんで、まあ、やっぱりオーバーしないっていうのはずっと僕らもいつも心に留めてるつもりなんですが、改めて先生、今こうオーバーしない、そしてこのオーバーした欲、うん、そしてトラブルの関係性含めてお話しいただけないでしょうか？とても基本的なことなので、この間のある男性から手紙もらったんですね。35か40代ぐらいの方なんですけども、はい、なんかずっとトラブルが多いっていうかね。で、まあ、勉強会に来るようになったんですけども、まあ、その方のちょっと話なんですけども、はい、若い時はもうほとんど考えたことないっていうくらい、こう自分のことばっかりだったっていうね。自分がいかに楽しくて、いかに有名になって、いかにモテて地位が上がって、はい、まあ、他人を利用するのはまあ当たり前だし、まあ、それが普通じゃないかっていうかね。で、一切なんか自分がこう人のためとか、この世にこう役に立って生きるとかいう考えに至らなかったし、はい、って言いますかね。もう本当に今考えるとひどい人間だったけれども、ひたすら自分のためだけ生きていた。あらゆる、はい、まあ、自分の恋人とか家族も自分のために利用するのが当たり前だった。うん、その代わり、こう、すごいこう対立とかトラブルとか悩みとか、はい、で、しまいには人に嫌われてしまって、胃が痛くなったり、病して、まあ、それとも、がむしゃらにこう、働いたり、自分のためにやってた時に僕に出会ったって言いますかね。ああ、はいはい。で、まあ、ちょっとその手が上にも来てるんですけども、はい、もう法則というのがあって、うん、結局そこにこう基本的な、まあ、みんなそうなんですけど、はい、人間は分からない時は自分のためだけに来て、自分の欲を果たすのが今世のなんか、人間っていうかね。で、人間だけが見つめてないんですね、はい、そういう時には。例えばいつその人に桜が咲いたかとか、はい、ゴミになったかとか、梅雨が来たとかいうことをその人は気がつかないというかね。まあ、毎日こうひたすら自分の欲求だけを追いかけていたから、当時こう30代の初めまで、はい、40代までぐらいはいつ 春になったか、春を楽しんだか、秋になったか、秋のその夕暮れを美しいと思ったかっていう、うん、こんな瞬間なんかこう考えたこともないし、ありえなかったと言いますかね、はい、という人生を送ってきたけれども、なかなかこのトラブルばっかりだった、うん、それがなぜかっていうのは、結局さっき言った基本的なことで、うん、人間には欲があるけれども、はい、
その欲はこう自分のためだけに使ってると、うん、人間っていうのはこうどういう社会性があるせいかうまくいかないって気づくと言いますかね、はい、でそのトラブルをこうちょっと分析してごらん。多分正しい欲っていう言葉を使っても分かりにくいだろうけれども、はい、本当の適度な人々のためにとか、まあうん、自分の能力においてとか生活できる十分生活できるでできるとか自分の才能の先に人に喜ぶことや人に役に立つことを考えた時に、はい、その才能が生きてきた時に生きるというのは人々の欲に役に人々の生きることに役に立つことなんだけども、うん、それをオーバーしてオーバーした分自分の欲が勝った分きっとその今までのトラブルは数を上げてみると、はい、まあトラブルというのは欲がオーバーした分やってくるということをこうちょっとこう検証してごらんって言ったんですが、まあ、頭の位置を、はいはい、というのは、うん、まあほとんどのトラブルはこう自分をオーバーしてたっていうのは何かというのは自分の欲求だけを通そうとして相手が悪いとか、はい、なぜやらないんだとかもっと欲しいとか、うん、なんかそんなふうにこう人のことを考えないで自分の欲を一つご了承してた時にこうやってきたっていうことをまあ言われたんですけども、まあその、はい、だからそれをそこでこの法則ですねこう実はあるんだよっていうと、うん、トラブルっていうのは自分の欲が基本的な欲から部分からオーバーした分トラブルとまた返ってくる、はい、なんかトラブルが起きるというのはある意味学びが多くていいことなんだ、うん、そこに学ぼうとしてあそうです、ね、この世をうまくいくようになってきて自分の欲の人間的汚さとか汚れとかいうものに気が付くようになってくるだろう、うん、でそれから変わったんですけどね、素晴らしいですね、うん、でもまあなかなか私も同じですけどついつい欲張りますよねいやいやでも先生がね番組でもお話でも常々おっしゃってるやっぱりその我欲と意の違いというかなんかそのやっぱりその欲ってね一言で言ってもやっぱりそこを どこ向いてるかっていうことはやっぱり変わってきそうですよねそのトラブルも含めてまあよく言うのは我欲はあったらいけないんですかとか言うけれども、うん、決してあったらいけないことはあっていいんだけども、はい、その先にこう、まあ、笑顔が待ってるか人の役に立ってるか喜びがあるか、まあ、他人の喜びってものに根ざした欲であれば、うん、本当に世の中は順調にうまくいくんですよ。なぜならば周りがみんな応援してくれるからね、はい、人々が好かれるから、うん、で怒りが少なくなってなんか自分の持ってるものを分け与えることができるからね、うんうん、だからそういう意味では少し損をして生きていけっていうのはそうですよね。少しこう自分の持ってるものをこう人にあげなさい損するぐらいでちょうどいいよっていう。先生ちょっとこれ個人的な質問にもなってしまうんですけどいいですか、はい、なんか今の方の応用編というか連動した話かもしれないですけどやっぱり私も先生とまさに今の方私のかつての質問なんじゃないかっていう感じのちょうど今私41ですけど多分37ぐらいで先生に出会わせていただいてでその少し損をしていきなさいとかそういう話をもちろん伺ってたんですけどこれちょっと私がこう徳がない人間だからかもしれないんですけどちょっと伺いたいんですけどなんて言うんでしょうその神様の死ちょっと試験みたいなのあるじゃないですか。こういうの決めたときに、はいはい、例えば今日のお話を聞いて、うん、じゃあこの少し損して生きていきなさいとか、いわゆるオーバーしていくの話したときに、じゃあこの後に何か多分ちょっと何か起きると思うんですよね。それを暗示するような。で、その時に、さあ、北川先生から話聞いた、伺ってたので、さあ少し損して生きていこうとか、オーバーしすぎないようにって思うんですけど、その時って、これ僕だけかもしれないんですけど、はい、想定してた、このくらいの、まあ、トラブルでもチャレンジでもいいんですけどよりも、なんかちょっと頑張ればできるんじゃなくて結構あこれこんなレベルんだみたいな思ってた以上にテストの問題が難しいんですけど結構そういうもんなんですか。そうですね。なんか、まあ、それを学んでいくのが年を得るということとトラブルなんですよね、はい、だから少しその失わされているのはいつもこうオーバーした欲求を持っているから少し損するぐらいで適正になるんですよね。
ってことですよね、うん、だからまあ多く私もそうでみんな早川君もそうですけど大抵はこのくらいいいだろうとかどれくらいがこうオーバーなのかわからないと思うんですけどわかんないですね、はい、大抵はあの自分の欲求が相手に迷惑かける程度の欲求を持ってるんですよね周りをこうなんて言いますかってことですよね少し損してちょうどいい。ああ、そうか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 。だから自分のことはやっぱり人間、まあ自分勝手って言葉あるんで、ちょっと、うん、そうそうそうよく見積もるんですよね。よく見積もる。そうそうそう。いつも 110% か 120% ぐらい要求がオーバーしてるんですよ。多くの人々たちが。うんだからトラブルが起きるんですけども、だからそれの時に測ることができない時に今思っていることの 10% か 15% ぐらいこう損するぐらいこうやってるとちょうど正常というか少しあのなんかまともというかに、まあ、レベルになるから、まあ、それを分かりやすく言って少し損するといいよって、はいうん、それが正常なんよというかね。いうことなのかそうすると、まあ、あんま追い込む必要ないかもしれないですけど、つまり 10% と、まあ、15% 数字はもう置いといてですけど、少し損するぐらいで、やっとちょうどいいというか、そのやっとスタートラインというか、普通ってことですね、別に偉くはないわけですね。そうですね。聖者というのは、それから、聖者っていうことはあれけど、得のある人っていうのは、その分からどん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 自分の 30% ぐらい人にこう分けてあげるというかね、50% 上げたら、まあ、なるほど。ですね。うん、そうすると、こう、でも どうなんでしょう、こう、なんていうのかな、先生からそういうお話を伺って、だから正直僕は本当に、まあ、自分でも その辺改めて伺ってまだ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 なんですけど、ただまあ おかげさまでというか、その先生とか皆さんに結局迷惑かけてると思うんですけど、やっぱりトラブルは劇的に減ったんですね。この減りますよね。で、割と順調にいくでしょ。まあ順調かと言われたんですけど、減ったのでそうすると、いや全然まだなんですけど、まあ、少しは学べてるってことなんですかね。全然過信も自信もないですけど、うんうんまあ、あの道路に石が多いと歩きにくいけれども、うん、あの道路がやっぱりあの石が少なくて、ね、砂とかそういう道に入るとトラブルがなくなるって、ただ進みやすくなるといいますかね、まあ、順調にいくように、うん、気がつかないうちに前よりもなんか、はい、あの順調だし、悩んでたほどのあのトラブルはもうどうしようもないとかお手上げとかいったトラブルはなくなっているはずなんですよね。あ、前の方がたくさんどうしたらいいんだ、お手上げだってよく言う場面にあってたと思うんですよ。ありましたその時大きな岩だと思うんですけど、今はもうそういう岩が多分心のあれですね、岩、これもあのゲームと一緒かも分かりませんね。そういうのがゲームと一緒、うん、あのよく今のゲームあるじゃないですか、そういうパパとか、はい、あのそういう大きな岩がなくなっていくみたいな、はいはいはい、それと同じで心のレベルを上げると不思議とそれが変わっていくんですね、うん、なくなっていくっていうのはありますよね、うん、そういう意味では先生、まあ、逆説的ですけど、そのオーバーした役には必ずトラブルがついてくるって今日お話だったと思いますけど、そのトラブルが逆に最近トラブルついてるなとかトラブル多いなみたいな時は逆に言うとオーバーしてる欲があるんじゃないかという検証にもなるということですね。そうですね、はい、まあ、自分が周りの人に迷惑をかけてるということと争ってるということと、そういう時に戦おうとしてると思うんですね。まあ、それでもいいんですけども、自分を守るよりも相手を傷つけるっていうことが多いということに気がつかないといけないと思うんですね、はい、そしたらまた宿題が増えるんですよね。こうまた自分の都合ばっかり、相手の悪口ばっかり言ってしまうというかね、うん、まあ、いつも言ってるようにトラブルの入り口には必ず自分が立ってるっていうか、自分が引き込んではいるんですけども、はい、まあ、相手が悪い相手が悪いと思ってる限り、さっき言った欲のオーバーな中にいるから問題を解決しないっていうかね、はい、うん、っていうかね、今いろんな法則があってだんだん見えるようになってくるんですけどね。これでもさっき先生がね、 ある意味トラブルは、まあ、そういう意味ではその学んでいく過程では、まあ、それも一つの、うん、まあ、必要だとまでちょっとおっしゃったか分かんないですけど、でもなんかやっぱりそういうもので、まあ、その後どう学んで生かすかがね、あの人生ずっとトラブル続きで終わるか、まあ、今先生が教えてくださったように、そこで自分で学んで少し損する生き方を学ぶことで、まあ、ようやくスタートに立てるか、その分かれ目があると思うんですけど、
ただ なんて言うんでしょう、うん、私自身の体験でまた恐縮ですし、まだ本当にもう1号目に行ったか行ってないかぐらいだと思うんですけど、やっぱりなんて言うんでしょう、自分より他人を大事にしなさいとか、相手の立場に立ってっていうのはもうみんな誰しもが言葉としてはずっと小さいというから普通は何か言われてきてると思うんですよ、うんうん、で私もその起業した時から当然その人のおかげで、ここまでなんとかやってこられたっていうのは最初からそう思ってたので、もうとにかく感謝感謝っていうのはやっぱりだからなんでしょう、頭で思ってただけなのかなと今思うんですけど、そうですね、はい、つまりいつか必ずちゃんとやってないとハマるつもりで自分としては律してたつもりなんですけど、うんすねうん、結局その先生と出会わせていただく前でちょうど起業して 6,7 年はやっぱりそれでもトラブルにつまり見舞われてようやくなんですけど、まあ、何が申し上げたいかというと結局まあね、レベルの高い方は別として僕みたいな、まあ、凡人もしくは凡人以下の人がやっぱり分かっててもとにかくある意味トラブルを、まあ、周りには迷惑かけちゃって恐縮ですけども、やっぱり体験するしかないんですかね。そうそう、あの覚醒のあれと一緒ですね。あのちょうどはい、というのはあの 脳でとどまっているからですね、トラブルの解決法とかいう本を読むと一緒で、はい、それはこう基本的に自分の欲求のが先に勝っているから、いくら学んでもただハウツーに終わってしまって、うん、で相手の悲しみをこう汲み取ることができなければ、また同じようなトラブルで同じような欲求であのやり続けるという人がほとんどの方たち多いですね。経営者も、うん、なんかいくら言ってもこうダメな人たちたくさんいますね、まあ、私はたくさんの経営者とお話しするんですけど もうそういう人たちのオーラ見たり目を見てる人はも もうすぐ分かりますね、うん、怖いな頭でハウツーで学ぼうとしてて、はい、人生の向上、心の力、まあ、人間的な力の向上を図ろうとして生きてないということが、うん、目に見えますね。でもそういう人たちも救ってあげたいんですよね。あなたのトラブルはすごい人の悲しみをたくさん背負いながら自分の欲求を果たしてるっていうことを気がついてないっていうことを気がついてもらえると、まあ両方の人生が良くなるからですね。先生最後になんですけど、その、はい、少し損をして生きていけとか、まあ、10% の損とかそういう言葉ありますけども、どこにつながりますね、うん、なんかあえてちょっとこう、物質的な話になってしまいますけど、例えばその 10% の損をしなさいって、まあ、あえて数字が出てきてそのまま話する、例えば誰かと、うん、一緒にビジネスをやった時に、例えばその5 もうそのまんま 50% ずつ分け合うっていうものを、まあ、例えば60% 相手に、自分は 40% って、まあ、もちろんそのお金だけの話じゃないと思うんですけど、その辺はまあ一つ考え方として分かりやすいんですけど、やっぱり世の中の何か、例えば話し合いとか普段のコミュニケーションでも当然数値化できないことってたくさんあるじゃないですか。そうですね、で 100か0かみたいなことじゃないことの方がむしろ多いじゃないですか。その時っていうのはちょっと抽象的なあの質問で恐縮ですけど、その少し損して生きる具合っていうのは なんて言うんでしょう、やっぱり例えば今までだったら自分が必ず押し通してた部分を今回はちょっと相手に譲るかみたいな、まあまあちょっとなんでしょう、それもハウツーみたいな感じですけど、最初はどういう感じなんでしょうね。それはだから 10% っていう感覚で生きなさいって言ってるんですよね、うん、目安として、まあ、努力も、うん、数字ではなくて努力もそうなんですけど、あと点アップ、ね、こう 10% アップっていうかね、うん、もうちょっとあの努力 10% 努力しなさいとか言ってるように、はい、だから大体その 10% ですね、あの目安、まあ、感覚的にですで数字で表せないので、うん、あと少しアップ10っていう言葉ですね。ああ、そこおっしゃってますよね、うん、アップ10、うん、まあ、あと 10% 頑張ろうっていうか、うんうんうん、そのちょっとずつっていうことで、でも確実に変わっていくってことですよね。遅刻する人はアップ10、10分前に着こうなるほど、何でもいいんですけど、もう少し努力していくて、はい、うん、まあそれをもう損のうちの一つって、うんうん、入れるんですけどね、数字ではなくてお金ではなくて、なんか努力とか見えないものも、うん、あのアップテンっていう感覚でやってごらんっていう、うん、あでもなんか先生の話伺ってて、まあ、僕もまだ全然ですけど、なんかそのやっぱ少し損していきなさいとか 10% の話伺った時、やっぱり最初その通りだなと思うけど、その後やっていくときついなっていうことはもちろんあったんですけど、なんて言うんでしょう、ちょっと逆説的ですけど、損してもいいやみたいにもう思うと、なんか変なし楽ですよね、逆に。
そうですね。なんかもう自分だけがみたいなのがなくなった方が楽みたいな。あと一つだけ教えると、神っていうのは面白くて、地球上の、動きと一緒なんですよね。へこんだ時にはへこんだところは必ず穴が埋まっていくって言いますかね。水はへこんだ時にへこんだところに入ってきますよね。はい。で、まあ平均化していこうとしてるんですね。これ世の中すべてこう、はい、地ならしをしようって。はい。だから同じようになんかこの法則は働くみたいですね。すごい落ち込んだ人時はやっぱりいつかまたその穴を埋めてくれるだけの収益や、うん、なんか喜びがやってくると言いますかね、うんうん、だから本当に純粋に10% 損したと思ってても、はい、補う量のお金が入ってきたり賞賛が入ってきたり喜びが入ってきたり尊敬が入ってきたりするんですよね、うんうんうん、だから必ず金なるほど穴埋めするっていうか、うん、それは全然その損は損じゃないってことですね。その時損したと思っても後で必ず年数が経ったら必ず穴埋めされてるっていうことですよ、うんうんうん、ありがとうございます。はい、とても改めて復習そしてより深く学ばせていただきました。はい、さあ、この番組では皆様からのご質問ご感想を募集しております。詳しくは北川先生のホームページもしくはメールアドレス北川@kiqdas.jp までお寄せください。さあ、そして今月、末ですね、10月23日、24日、1泊2日、満月の会の小国合宿が、開催されます。もう日数があまりない、そして限定の人数と聞いてますので、これ配信される頃すみません、ひょっとしたらもういっぱいかもしれませんが、今多分ホームページには出ていると思うので、満月の会の小国合宿、ぜひ先生の、ね、お話を聞きながら、いろいろ大国で学びまた楽しい時間も過ごせると思いますので、ご興味のある方はチェックしてみてください。そして合わせてですね、11月の26、27、28日、こちらは2泊3日、断食会佐賀で、開催されます。素敵な、ね、山の温泉の旅館で、開催するということですので、節々でね、このポッドキャストもやはり断食の重要性出てきていますので、こちらもぜひ、ホームページの方ブログの方から、出ていると思いますのでチェックしてみてください。ということで今日は第248回をお届けしました。北川先生ありがとうございました。ありがとうございました。